皆さん、こんにちは。かつて芸能界において、芸能人の事務所の独立には、トラブルがつきものだったそうです。1970年代に歌手、タレントとして活躍した安西マリアさんは、独立をめぐり、失踪裁判にまで発展する芸能史に残る騒動となりました。1973年、チョコレートマリアのキャッチフレーズで、シングル、涙の太陽で歌手デビューした安西マリアさん。ハワイで焼いた小麦色の肌から、灼熱の恋人と言われていました。このデビュー曲で50万枚以上を売り上げるヒットを記録します。同年、大晦日の第15回日本レコード大賞で新人賞を受賞しました。エキゾチックな小顔と引き締まったプロポーションでグラビアにもたびたび登場して男性を魅了してきたといいます。当時芸能界への登竜門とも言われた銀座の高級クラブ特大寺でホステスをしていた安西マリアさんを芸能関係者がスカウトして芸能界入りしています。全てが順調な活動に見えていたのですが、5年後に事件は突然起きました。安西マリアさんは精神的にも肉体的にも仕事ができる状態ではありませんと仕事をキャンセルしてしまいます。そして元マネージャーと共に失踪してしまったのです。当然当時の所属事務所は激怒しました。兼マネージャーとの恋の逃避業などとスポーツ紙や女性週刊誌が騒ぎ、事務所も行方が分からず仕事を15本キャンセルしたといいます。その後安西マリアさんの父が玉川署に娘の家出人捜索願いを出します。事務所の社長は捜索願いの提出を母親が渋っていたため、安西マリアさんは両親には居場所を知らせているのではないかと疑いを持ちあることを伝えます。母親に、兼マネージャーはある会社の金を持ち逃げしている、このままだとマリアも共犯の疑いを持たれると電話したところ、折り返し母親から、兼マネージャーはその会社と連絡を取って返金を約束していると話したといいます。つまり居場所を明かさなかったのです。ここで事務所の運営に携わっている人物を調べていくと意外なことが分かってきました。社長の T 氏は広島の元暴力団を自負していた人だといいます。その事務所はビルの一室の小さなワンルームでした。失踪後社長の机を挟んで報道陣への取材が行われたのですが、がっしりした体型、濃い顔の奥で光る眼光鋭い目は、合わせただけで威圧感を覚えるような人物だったといいます。 T 社長はのぶとい声で安西マリアさんを巨さんと述べていたそうです。客観的に見ても失踪は芸能界のご法度ですが、突如安西マリアさんの母親が娘は社長から暴行強要を受けたと提訴してきたことで事態は動き出しました。モノクロテレビ急転直下愛の逃避業は恐喝事件の展開になっていきます。メディアにも緊張が走ったそうです。そもそも想定していた身勝手な逃走から恐喝から逃れるための避難に意味合いが変わってきたのです。安西マリアさん出廷の日の東京地裁前は大混乱となりました。裁判終了後の安西マリアさんを追うためメディアの車がずらりとスタンバイしていました。待たせていた安西マリアさんの車が走り出すと、その後をメディアの車が続くカーチェイスさながらの展開になっていったそうです。結局振り切られ、その時はインタビューなどを行えませんでした。とにかく世間の関心を寄せるボルテージはどんどん高まっていきました。実は裁判では芸能界の恥部をさらけ出すことになったようです。社長に脅かされたという安西マリアさんに対し、マネージャーと深い関係になり会社の金を使い込みしたという T 社長の反論、この手の話はよくあることでしたが、さらなる内容が裁判により具体的に露呈したことに業界内でも衝撃が走ったそうです。例えば芸能界の一部は暴力団的体質に汚染されているなどの訴えは異なった内容で批判合戦が行われました。結果的に裁判長はマネージャーを暴行して安西さんを脅したとして社長に対し懲役10月執行猶予3年の判決を下しました。事務所は解散したのですが、安西マリアさんの受けたダメージも大きく、仕事に対する意欲を失い静かに結婚引退したというのが大まかな流れです。モノクロテレビ。このように芸能史に残るスキャンダルを起こした安西マリアさんですが、
お子さんはいるのでしょうか。調べてみたところ、息子さんが一人います。一時期俳優の松方弘樹さんが父親であるという真偽不明な噂話が出たことがあります。これは全くのデタラメで、そのような事実は一切ありません。前述の通り、1978年に当時の事務所社長から暴行を受けていたことが裁判で明らかになりました。その後芸能界を引退しハワイに移住しました。その後1983年にデビュー当時のマネージャーで、その後移籍した先の芸能事務所社長の人と結婚し、4年後に離婚しています。結婚当時の安西マリアさんの年齢は29歳、第一子の出産年齢は30歳でした。息子さんのお名前や生年月日は非公表とされており、画像も含め残念ながら詳細は分かりませんが、1984年生まれですので、2024年5月27日現在の年齢は40歳くらいと言われています。安西マリアさんの息子さんは知的障害だったらしく、要介護状態だったといいます。その中でも息子さんに自活してもらうためアルバイトなどをさせていたそうですが、うまくいかなかったようです。ちなみに息子さんは千葉県の特別支援学校に通っていたといいますが、どこの学校に通っていたかは残念ながら分かっていません。安西マリアさんが旦那さんと離婚した理由は旦那の女性関係でした。すでに事件も忘れられていた2000年に安西マリアさんは密かに日本に戻ってきています。夫と離婚して息子と2人、前述の通り生活の拠点を日本に戻していました。その後安西マリアさんは2014年2月20日に自宅で異常を訴えて救急搬送され、搬送直後に急性心筋梗塞と診断されました。3月8日の安西マリアさんの所属事務所からのファックスの時点で自力呼吸はできる状態であるとされていました。同日午前のスポーツニッポンの報道で、安西マリアさんは約1時間にわたって心臓が停止し一旦は蘇生したのですが、脳死状態に移行したことが報じられます。そして翌週3月15日夜、都内の病院で急性心筋梗塞のため亡くなります。享年60でした。その安西マリアさんは最後まで、私息子を置いて死ねないのよというのが口癖だったそうです。本当に愛情深い母親だったのでしょう。安西マリアさんは結婚前も離婚後も含め壮絶な人生を歩まれていたことが分かりました。いかがだったでしょうか。今回は波乱に満ちた芸能生活を送った安西マリアさんについて深掘りしてきました。どういう経緯で失踪したのかは当初明らかにされていなかったことで、さまざまな憶測が飛び交いました。結局最後まで詳細は明らかにされることはありませんでしたが、安西マリアさんは総じて男運が悪かったと述べています。また離婚後に子育てと介護でうつ病になったことを公表しています。安西マリアさんは離婚してからは両親が住む千葉県の実家にお子さんと住み、貯金を切り崩してスナック経営をしたそうですが、3年半で閉店してしまいます。知的障害の息子の子育てと認知症の母親の介護をしながら、家族が体を癒せるためにハリ Q の学校に通ったこともあったそうです。2014年2月20日に自宅で胸が痛くなり、自分で119番通報した際、その後は意識がなくなったようで、救急隊員が窓ガラスを割って入ったところ、無呼吸状態で倒れている安西マリアさんと隣でガタガタ震えている当時30歳の息子さんの姿があったそうです。壮絶な人生を歩まれた安西マリアさんは最後も不運な亡くなり方をして、さぞおつらかったことでしょう。そして息子さんのことを思い続けた母親として無念だったこともあったのではないでしょうか。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。